おさすなレ0、レイヘタフェラリーが第29節、ラリーが第29節、おさすナ対ヘタフェが、現地時間3日に、我、レ0の引き分けに終わった。U24 日本代表の銅から戻ってきた、久保武房は、この試合の81分、ラ途中出場したが、ヘタフェは3試合連続で引き分けという結果となった。今シーズンの久保、A はダゾーンで、 いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を試し実施中。代表ウィーク前のエルチェ戦で7、合わせぶりに先発起用され、移籍後初ゴールをマックした。U-24 日本代表では、29日の U-24 アルゼンチン表戦で躍動。CK から板倉博士の2得点をアシストし、3、例の勝利に貢献している。いい流れでヘタフェ、戻ってきた。 クボだったが、この日は、ベンチス、ととなった。移動による疲労が考慮された、は言うまでもない。クボは出場した約10分間で、例に関わることができなかった。データ差と、whoscored.com、H o S C o R e、com によると、この試合のクボのタッチ数は0.1。もうボールを触れないまま、クボは、タイムア、の笛を聞いた。ヘタフェはボール保持率こそ、回ったが、 中盤の攻防で優位に立ち、おさすな、チャンスを作らせなかった。しかし、おさすな、交代枠を積極的に使って、流れをつかもうとす。75分に途中出場のアンテブディミルガチ、初シュートを記録。77分までに5枚の交代カード、使い切って、勝ち点3を狙った。久保が、ピッチに、たのは81分。ヘタフェにとっては、最初の交代、度だったが、 徐々に押し込まれる中で攻撃に、ようという意図が感じられた。トップ下で先、していたカルレス・アレニアをボランチに下、ゲ、久保は、トップ下に入っている。しかし、ホッセ・ボルダラス監督の狙いとは裏腹に、ヘッダフェ、守備の時間が長くなってしまう。序盤から激、いい攻防を繰り広げた選手たちに、攻撃に出る、が残っていなかった。 前線に送られるのは持ちのないクリア気味のボールで、久保の頭上を、ルが飛び交った。ヘタフェが残り10分で記録、他ボール保持率は36%で、パス成功率は31%。ボールを、ても、久保がいる前線まで繋げない。久保、とってはどうしようもできない試合展開だった。両、<music>